境ガエルハエニーの戦国無双真田丸。イエーイ。するけどよ。うわー、釣れてない。ごめんな、でっかい声出して。もう一回やらして。いきなり釣れないっていうね。はいはいはい、びっくりした。まあいいや、うん、はい、ちょっと釣りを久しぶりにねしてみたかったけど、さあじゃあ例によって戦場に出るけどよ。ちょっとイベントがね少ないんで、この勝より護衛戦が終わると多分イベント長めになると思うんで、またアフレコで頑張れるケロ。じゃあ行きます。勝より護衛戦、多くの犠牲を払い設楽原を出した勝よりだが、信長の猛追はやまず決死の逃避行は続いた。すでに勝ちは見よし。お仕事お仕事。さあ次の一手はこの3つね。でここです、頑張らないといけないやつ。明智光秀を無双義で撃破、すべてのミッションを達成、武田勝頼の体力を 70% 残して勝利。あーいけるかな。あ、装飾品が増えとります。支援ってないっけ。影技発動時一定時間で連携ゲージを。あー瀕死になることそんなないしな。移動速度アップにしとくか、結構重要やもんね。では行きます。さあ勝頼を守りきれるか。 70% って結構シビアやからね。寄るか。右折城の菅沼殿が退路を案内する手はずとなっております。この辺誰も来ないではないか。臭いならばこちらから向かおう。いえ、勝頼様はこちらでお待ちください。勝ちゃんを待っとき。私が確認してまいります。はい。静かすぎる。これはやはり武田は終わる。もういきなり、いきなりまさかのこっちのかっちゃんがいるとは。任しとけ。回り込まれていたか。誰だだけで抜けるしかあるまい。無雪城まで落とされていたか。よし、ここがあの人の作り出した地獄。悪く思うなよ。さあ、トシエと松でおなじみのトシエ君も来てるけど。うわ、織田の軍勢が腹を膨らめね。今あれよね、若い子にトシエと松って言っても絶対知らんよね。ここさえ抜ければ次の一手、もうすぐこっちに開いちゃうわ。次の一手、準備は良いな。お任せください。すでに手を回しておりますよ。織田軍、偽技法か、技法により進軍停止。どうなってんだ。これじゃ動けねえじゃねえか。武田にこれほどの余力があろうと。舐めないでもらいたい。私も勝頼様もまだ生きている。まだ生きている。勝負してもらおうか。いやもう倒したから。よし、気合い入ってんじゃねえか。開門。よし、いいわ、やりましょう。お姫、
勝頼様は少し落ち着かれたようだ。援軍はどうなっている？高坂様は本国から向かっています。無中には山頂で落ち合えるかと。武田勝頼よ、山頂砦まで護衛せよ。一回切り替えて、勝頼護衛をやらしておく。これで終わりなんてつまらないよ。もっと楽しませて。うるせえおばはん。いけ、年の違いを見せつけろって言うけど、あれよね、実はそのいっちゃん結構な年取ってる説があるね。よし、地獄で必死にあがくその姿、なんかしょうがない。てめえら、カッチャには手を出させねえよ。聖兵とはこの程度か。天下不武など絵に描いた餅よ。己田舎者が。さあ、織田軍真田昌幸の進軍開始。開門。正幸、お前無茶はするな。何無視してくれてんねん。お前まで失っては。出たー。など自慢にならぬ。皆が私のために、私が守るべきであった。かっちゃん、ツッコミすぎちゃう。もうちょっと、織田信夫偽物みたい。これもお役目なれば。いざ。つけられたか。面目次第もございません。信長様の天下を阻むものすべて、この明智光秀が斬る。前からも織田の大軍か。どう、あれでいちいちやることが細かい。振り向くな、固まって進め。正面さえ抜ければ突破は叶う。
光秀を撃破。次の一手。勝頼様、遅くなりました。織田軍何するものだ。すげえ熱いやつが来たな。小宮山殿が駆けつけてくれた。設楽原を落ち延びていたのか。これも若屋信綱。これ実際にあったあれなんだな。様の奮戦があればこそですぞ。さあ、ランマルちゃん。命は惜しみません。いざ。オリランマルはあれよね、戦国無双ワンの時はすごい出番だったけど、ツーから急に出番なくなったよね。上働きなど自慢にならん。待ちわびたぞ。はい、はい、かっちゃんが俺が信長。しかし、なぜ一人でこんな。勝頼様、あれ、どっちだ。先にお行きください。どっちか。人のお相手は私がいたします。あれ、行かれへんくない。マサイキ、お前も疲弊している。しゃない、死ぬなよ。勝利条件変更。よし、この信長を乱世を超えてみせよ。あ、逃げた。幻、どこ行った。主を守れば満足か。中心として名を残すが望みか。見かけによらず、よくしゃべる。あ、もう完全にライトサーベルのライトセーバーの音してるから、ブンブンブンって。などない。私は暗黒教官。私が守るものは。お、とどめ。イエーイ。ウヌの望み、ウヌの願い。終わったね。吐き出すがよい。魔物やん、もうよ、信長。信長とは。ガチ魔王やね、あいつ。恐ろしいわ。お、全部成功したけど。長篠の戦い、トロフィー獲得です。
お、大いなる軍略、何それ。トロフィー見てみよう。お、合戦で、戦況 S を10回以上達成した。ありがとうございます。さあ、宝、いろいろ。お、これね、運が上がったけど、よかった。一番欲しいやつやわ。サイレントでーす。どうにか逃げおせました。お怪我はありませんか、勝頼様。勝頼様、お気を強くお持ちください。私は、何ということを。父上に託されたのは、守るべきであったのは、武田の名ではない。家臣を、民を、この父を守らなければならなかったのに。そうだ、私が兄上に代わり守っていかねばならぬものも。今度こそ武田を守りたい。そのために一心に力を尽くそう。今さらこのようなことをと愛想を尽かされても致し方ない。それでもお前の力を貸してほしい。まだ私と手を携えて進んでくれるか、正幸。無論です。平成3年、武田軍は長篠の戦いで織田徳川連合軍に大敗、多数の重鎮を失った。正幸の二人の兄、信綱、正輝も命を落とし、正幸は真田家当主の座につくことになる。さあ、とうとう一番偉くなっちゃったね。はーんって言ってるよ、今頃。一番偉くなっちゃったー、当主。当主どうするー。さあ、長期化戦長篠の戦い終了ケロ。そこをたまたね、あー、兄上、もう私を導いてくれる家族はいない。私が当主となり、サラだけを支えていかないと。あー、ナイキー。若と、もう若ではありませんでしたな、殿。いかがなされましたか。なれないな、それな。とはいえ投資となったからは仕方ないな。若、あ、いや、殿であれば立派に真田家を率いていくことができましょう。我ら家臣一同一片の不安もございません。そう、お前たちの期待に応えるためにも、あ、仕事せなあかんな。私もお手伝いしましょうぞ。真田家のため、ひいては武田家のために。ナイキー。武田を見限らんとする者もおりますが、社用の時に支えてこそ忠心というものです。そうだな、もうほんとその通り。あ、野菜売りっているよ。あ、この前の、もし畑でいい野菜ができたら見せてくれません。はい、はーい。いいお返事ですね。うるさいわ。では立派な株ができたら持ってきてください。お役目、野菜売りに株を渡す。これは達成しました。はい、いいですね。ほう、なかなかの株です。ふふ、合格です。野菜売りの私が言うんだから間違いないです。ちょっと平方明子さんに似てるね、野菜売りね。その調子で植えて育てて、ご城下を株だらけにしちゃってください。はい、これはご褒美。お前、殿に向かって、ご褒美ってなんやねん。サンキュー。サンキュー、果物を。叱る人。あ、これな。飛躍な。何作るんやったっけ？また来てください。何作るんやったっけ？なんか言うね。無敵の
早く B。 いらっしゃい。無敵の弾薬 B 作れるかな。あ、作れるやん。できましたぜ。また来てください。達成。じゃあ報告。嬉しい。あ、セリフ読めない。ごめんなさい、嬉しくて。では、私も約束通り来るよ。視野のある銀行石。それだけ。さっき結構くれたね。ドロボー、この手で懲らしめてやりたい。でも私は説明、地蔵様の説明係なのでここ動けない。何？なんと、あなたが懲らしめてくれると。こりゃ、地蔵様のようなお方だ。ドロボーはそんなに遠くには行ってないかと良い知らせを期待しておりますぞ。サラダの里で瞬足にだけを撃破する。なるほどね、備え物。お、キリンの鱗様。あ、堀田作兵衛、俺はどうすれば。正行様、能仏様と正輝様は説明しようって、ここら辺は言うてるやろ。一回言うてるよね。アニフェたちは影らを守るために誇りを持って戦われた。結果として勝頼様は助かったしさ、長篠で兄たちが身を挺してお守りくださったおかげだ。長篠の戦いも言うてるよね。俺らには信綱様や正輝様が小文字であった方がありがたかったです。さあ、何を言うとんねん。武田のお家は俺らを、お家は武田のお家は俺らを守ってくださるのですか。勝頼様のお力は本当に。ああ、それ言葉が過ぎる。慎んでお許しを。もうなんでお前になんか渡せるんや。お前野菜好きやろ。作兵衛言うぐらいやから。よし、ちゃうんかいな。銀鉱石。よし。あ、銀鉱石結構上がったよ。俺にクルーを差し上げます。ため一個で、お前カイコの方が価値あるからな。クマが、クマが、どうした。いかに。どうした、騒がしいぞ。城下の外にクマが出たんです。森深くにいるはずなのに。クマは見えて賢いから、そんな騒いなら向こうも警戒するって。気を見て私が様子見てくるからな。もしかしたら懐くかもしらんしな。お役目ですかな。豊作。ごぼう、ゆず、わさび、わさび、ゆず。もう一回神々いきますね。
ワーンってなったんちゃう。おお。ワコワーンになってるわ。お前は。おお。大体こいつら、こいつもこいつ、こいつ野菜ちゃう。おお。これにこちらを差し上げます。唐辛子2個。あんまり嬉しくないな。あれまだなんかあれ、ね。ご苦労様でございます。縦札マークが見える。ご無事のお帰り、何よりです。ああ信綱おじ上や、マサテレじ上は戦なれば覚悟の上と言いたいが、当主など面倒なことを押し付けられてはな。そんな豊かよ。大勢の方が亡くなられたと聞きました。我らはこれからどうなってしまうのでしょう。雪村、苦難にあってこそ皆で力を合わせねば。父上と共に我らの武田のため尽くすのだ。はい、兄上。果たしてそうか。父上、信行の申す通り、ここが正念場ぞ。はい。次の章は大人になるかな。もう第
第5章同国。信長は戦国最強と謳われた武田の騎馬隊を撃破。そうやね。彼の手が天下をつかむのはもはや時間の問題かと思われた。一方勝頼は大打撃を受けた武田軍を立て直すべく当主として奮闘する。しかし信玄以来の重臣を数多く失った武田はすでに凋落の一途をたどり始めていた。そんな中正幸はかつて理想を同じくした友との間に微妙な溝を感じるようになっていた。マジか、温度差かな。殿になったしな、立場は一緒やろ。殿とのつながり、そんな語呂は良くなかったな。あーかっちゃん、長城の失敗を経て当主として奮闘されてるけどさ、ちょっとな。お、誰？正幸様、上杉の件でございますが。いかがした？どうした？謙信死後のくだらんお家騒動に関してはかっちゃんが仲裁されたやろ。どうやら収まらなかった模様。根本的な解決はできなかったゆえ、あんただでさえ謙信という絶対的、お前横切んなよお前、殿の前当主を失った厳しい時期だというのに家が分裂するとは。上杉このまま倒れるやもしれんな。勝頼様は影勝を支援するとお決めになったとのこと。正幸様には勝頼様名代としての出陣が命じられました。説明しよう。上杉影勝とは謙信の養子、謙信の姉綾御前の実子である。非常に寡黙で笑顔を見せることがほとんどない。顔がめっちゃ怖い。謙信から受け継いだ上杉の義の何たるかを常に己に問い真摯黙考している。そして顔が怖い。腹心の部下である直江兼続とは親友のような間柄であり、正幸と勝頼の関係にも同じものを感じているけど顔が怖い。あー影勝を、そっかそういうことか。わかったわかった。夜には出立し上杉寮へ向かうようにとのことです。お身内にお話があるなら今のうちに済まされませません？謙信の死を先期に綴っておくか。説明しよう。謙信の死とは天正5年、上杉謙信は手取り川の戦いで織田家の柴田勝家率いる軍団を撃破。なお大人への軍略を見せつけた。ところがそれから間もなくして謙信は不意に倒れ、そのまま帰らぬ人となる。謙信は後継者を明確に定めていなかったため、家中は上杉景勝派と上杉景虎派に分かれて争う親方の乱が勃発。上杉家の脅威は著しく衰えることとなる。誠意ね。死因については大変な酒豪であったことに起因する。脳卒中とするのが気有力である。お酒はほどほどに。なるほど。お酒な。よろずや、どうした？以上あります。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。お、ツヤのある銀鉱石がとうとう売りに出された。ハス売ってる？ハスの花かな。ないな、ハメやな。また来てください。また来てください。鍛冶屋さん、良い武器は良い品が入っております。別に4つつけれんねんけどね。この辺よりなんかもっと他にいろいろ出そうやからちょっとつけにくいな。あ、剣心とか使えるやん。なんか増えたね、キャラ。あやこぜとかいたっけ。ご武運を。故障になると急に増えるね。忙しい忙しい。うわ、変わってナイキがなんかマーク出してる。再び上杉との対戦でございますか。腕が鳴りますな。助けのアイテムもまた上杉やからな。
間違いないよ、ナイキ。面倒そうな戦でございますな。ナイキはアホでございます。まったくだ、ほんとアホだな、お前は。それに敵となるのはむしろ、あ、魔法お宝マークあれか、これな。お前もマックスなってたやろ。ホワン、ホワンがないわ、ホワンが。あ、村松殿がいるよ。今度も難しい戦なのですか、父上。そうだな、影勝と後のやつを争いをしている上杉影虎は、北条から上杉に養子に入ったものゆえ、説明しよう。上杉影虎とは、北条氏康の七男、早川殿の弟。上名は北条三郎。北条と上杉の同盟の証として上杉謙信の養子となり、影虎の名を与えられた。妻は、綾御前の娘で影虎影勝の姉。つまり、影勝とは二重の意味で義兄弟となる。当初は人質として北条から出されたと悲観していたが、謙信の奮闘や影勝との切磋琢磨を通して成長する。やがて上杉を支える男になろうと決意するに至るが、なるほどね。まあまあ、それでは影虎殿とことを構えるということは、あー、面倒な話になるよな。面倒いの嫌い。抗争同盟を先に綴っておくか。説明しよう。抗争同盟とは、武田家と北条家の間で結ばれた同盟なのである。抗は甲斐、争は相模のこと。本来両家は今川家も含めて三国同盟を結んでいたが、武田信玄が今川家を攻めたことから関係は破綻。今川と結びつきの深い北条は武田と敵対し、上杉と結んでいた。しかし今川の衰退は覆しがたく、武田と争う不利を悟った北条は再び武田と並び結び、抗争同盟が復活した。勝頼は氏政の妹を正室に迎えるなど同盟の強化を図っていたが、親方の乱で絵の多様で同盟は解消。武田家は苦しい立場となる。なるほど、いろいろあるのね、政治がね。参りなさいませ。実は最近この辺りで賊の被害が増えてるんですよね。親方様が亡くなられて以来特に面目ありません。このままでは民は不安に怯え、真田に人が寄りつかなくなってしまいやす。じゃあ引き受けるよ。おう、ありがとうございます。賊は浅間さん礼をねじろにしているとのこと、ご分をお祈りします。お役目来たね。おもずば、宝物がまあまあ溜まってきましたな。宝物の中、トロフィー、何、曲とか、そういうこと。なぜ今もう見せられたんや。トロフィーやな、きっとな。味方ヶ原で当たったのね。もう読み方難しいから。さあ、あとはなんか、達成してますよ。さあ、みんなも見ようね。金山彦心の三影石御石御石いきます。難しかったんちゃう？ちょっと背面自信ないねんけど、みんなはどれ？それ背面はこれいくよ。自信ない、ちょっと一瞬見落とした気がせんでもないんやけど。あ、当たったー、よかったー。ちょっと流魚一回てみようか。たまにはちょっとね、高めのやつも提供してみよう。よし、豊作わさび、梅、ビワ、唐辛子、ごぼう、この辺ね。おー、よし、S いただきました。 OK。 まさゆき様、あ、ねえ、呼ぶんじゃない、馬増えてへんか、馬がご入り用ですか、増えてへんな。
てください。じゃあ息子のとこ行きますね。よし、息子が光っているので二人とも、よし、どうした信之。父上、また戦ですか。ああ、夜に、違う、もうキャラがやばい。夜になったら出撃する予定や。上杉がまだ揉めてるようだからな。父上か、お体を壊されないか、雪村は心配。たまにはゆっくりと休んでくださいね。そうだな、父上は仕事が趣味のような嫌いになるからな。ああ、そのようなことはないが、戦が終わったら少しお前たちとゆっくり時間を設けよう。みんなでコストコ行こう。はい。はい、コストコ行きます。一緒に、みんなで行きましょう。違う。雪村、お前はあまりコストコは好きじゃないだろ。普通にトイザラスとかに行けばいいんじゃないのか。そうか。雪村は、トイザラスが好きではないのか。コストコじゃ好きじゃないの。なんで、改変してわけがわからんくなるやつ。では、みんなでする前に上達しておくようにな。何がや。父上に気を使わせてしまったかな。私が気づかなければならないのに。今釣りをする時間はないけど、川に親しんどこうかな。その前にここのムキムキマークが気になるな。よし、お金を払ってアクションレベルを上げておこう。嘘、孫一さんモテモテだもんな。あ、探索稽古の時間が延長できる。よし、これで大丈夫だぞ。どこ行こうかな。川に行けって言われたな。雪村様だよ。異常はありません。川に誰か、くのいちがいる。くのいち、ちょっとパンツ見せて。くのいち、パンツ見せて。あ、そなたは真田の若様たちですか。私は勝頼様から使わされた知らない忍びでございます。初めての出会いか。ほう、忍びのものか。こたびの戦で父上の助けになってくれるのだな。礼を言う。いえいえ、お仕事ですし。へそ出てる。戦様大敗なら負ける心配もないんでお得です。そうか。忍びというのは生まれた時から過酷な鍛錬を積むものなのか。興味津々やな。そうかもしれませんね。私は生まれつき忍びってわけじゃないんで分かりませんが。そうなのか。草で親兄弟亡くして一人になったところ、親方様信玄君に拾われましてね。無言になった。子供たちが柄にもない身の上話をお忘れください。信玄公へのご恩返しのために忍びの道へ入ったのか。まあ一人で生きていくには便利な技でございますから。だけど今は武田の身内なのだろう。一人ではない、我らもいる。わわわわわ、雪村の言う通りだな。我らのことも身内と思ってくれれば嬉しい。これは泣かせてくれますね。それではお身内のため気合い入れさせてもらいますよ。いくつやねんお前。はあ、もうこんな時間か。もうお帰りになる時間っすね。お屋敷までお送りしましょうか。いや、日も暮れて間もないから心配ないよ。ありがとう。じゃあ私もそろそろ戦場に向かわないとですね。雪村様気をつけて。あ、
黒一になった。うるー黒一様の驚いてブルー滑らない話ブルー。変な走り方じゃない、この位置グーにして走ってる手を。マサユキ様、マサユキ様、そろそろ出列の時間です。あー雪村どうした、屋敷にお帰りになりましたよ。気遣っていただきまして、身内だって。そうか、そうか、あれはまっすぐな優しい気性だからな。身内と申し立てもしたのであれば、お前のことも大事にするだろう。あ、ちょっと違う、キャラが。お前のことも大事にするだろう。あー嫌な話をしたな。じゃあ出立するよ。はい、長期決戦親方の乱出陣しますか。はい、お仕事始めますか。さあいよいよ新しいね親方の乱、武田家にとって最大の好敵手だった上杉謙信が死んだ。手取り川の戦いで織田軍を破って間もなくのことであった。上杉謙信に実子はなく、二人の養子がいた。上杉景勝と上杉景虎である。後継者の使命を捨てるまま謙信がな、ああなんての好敵したる上杉が内紛で揉めるには忍びない。武田勝頼が仲裁を買って出たことで両者は和睦。しかしそれもすぐに敗れ、再び戦に突入する。勝頼はやむなく内心への直接介入を決意する。そして正幸を影勝が引きるのよ、よよよ全然ですやん。さあなんかいろいろこっちもあるような気がしますが、影勝救援戦ね、これは次回にする前に今回はこの2つをバーッと回って、それでちょっと終わりたいと思います。なんかね、一応ミッションも頼まれてるんで、ふわっと回ります。クマとかをね、なんか退治しないといけないでしょ、多分。クマは、クマはどこにいる。クマさん、こちら手のなる方へ。やりつかい、めっちゃ投げ払う。馬の突撃力をなめるなよ。ギリが、いつも思うんやけど、その位置が今乗ってんの
よいしょ。が欲しいね、武器の強化に使う。何があるか、ほぼほぼ砂鉄なんで。
殺鉄パーパラララランパーパラララランパッパラッパラッパラッパッパラッパラン殺鉄は歩いてこないだからこっちから拾いに行くんだね1日1個3個で3個もうわからんからねしてもさ、雪村が先にワープしてるっていう怖さね。ないね。よし、あと結構思ってるよりあんのよね。さあ、この奥ね。僕さっきも言いましたけど。ジャンプゾーンがあるので確実に拾っていきましょう。よいしょ、宝があるよ。よしよし、でさあ、また素材がたくさん取れたけどね。じゃあちょっとクマ報告に行こうか。根性を変える。もう他のやつはなんか達成してないよね、多分。どうかな。
し、出会ったクマ達成、あ、達成してますね。さすがの腕にござりまするが、残りのゾクラもチリチリに逃げたそうです。これでまた平和な真田が戻ってまいります。ありがとうございまする。これは家内が作った野菜でござる。なかなか味も良いですぞ。はき、かぶ、いも、サンキュー。次狩人、やった。どうやらクマはいなくなったようですな。噂じゃ相撲を取って勝ったとか。沢田家の方々は本当にたけだけしいですな。これはわしら狩人からのお礼です。お、素材、お、素材やるやん。それは地味に嬉しい。あ、くの市でもあれかな、できんのかな。にゃはーん、ちょ、にゃはん、にゃはん、大豊作。これはお祭りでもしたい気分ですな。3の種で4が取れんのか。じゃあ2の種で3やね。よし、よし、どすこーい。よし、何が出るかな、何が出るかな。ふふ、収穫が楽しみでござる。さあ、ここのね、勝負。さあ、白蛇の皮、白田の皮、皆さんも見てくださいね。いきますよ。これは簡単ですな。せーの、ここ。これ間違えてた、恥ずかしいけどね。こんなにすごいもの、うん、あとでピカピカに磨かせていただきます。よし、さあまたお供え物だけしておくけろ。はい、ではこんな感じでお送りしました。早にえの戦国武将真田丸でした。ではこのいっちゃんのままお別れです。お疲れ様ケロ。チャンネル登録まだの方はよろしくケロよ。じゃあね、バイバイ。